さあ、それでは再び2018原宿駅前パーティーズ運勢ランキングの後半戦に参りましょう。全員集合してください。はい、全員集合。さあ、ゲッターさんお待たせしました。後半戦でございますが、はい、まずはここまで出ている順位、こちらですね、ズドン見ていきましょう。ね、半分空きましたんでね、基地のところと今日のところ、6位から15位が空いておりますが、ここからは上位と下位一気に発表したいと思います。まずは5位の方と16位の方、上から5番目、下から5番目の方を発表していきましょう。まずは名前を発表します。この2人です。5位、16位、磯部アンリ、元島リリカー。お、さあ、前の方へお願いいたします。前の方へどうぞ。どっちがどっち？さあ、どっちがどっちかはまだ発表しません。怖いよ。どっちかが上から5位か下から5位、どっちかでございます。参りましょう。第5位に選ばれた運勢のいい人は、磯部アンリー！お、あんちゃん！すごいね、あんちゃん！あんちゃん5位、そしてリリカちゃんが16位となりました。さあ、磯部さんはゲタさん、どういった感じで5位に？磯部さん、はい、もともと理屈が好きで、はい、ちゃんと物事をしっかり考えられるタイプなんですが、はい、2018年、はい、大きい仕事が来ると思います。お、本当ですか、はい、すごい、なんか国貿易とかじゃないですか、大丈夫？貿易とかですか？すごいですよ。磯部さん、あの、はい、めったに人に心開かないので、あ、そうかもしれない、あんまり人に興味ないところあるので興味をちょっと示すようにしたら、なるほど、ちょっとね、社交性も出しながら、そうですね、良くなりますね、はい、はい、そして16位がリリカちゃんだったんですが、どうでしょうか、ゲッタツさん。もともとメンタルがすごい弱いところと、細かいことを気にすぎるっていうところが癖なタイプなんですが、2018年、まあ、今までやってことない仕事が来るっていう部分では非常にいいんですが、はい、それに対してすごい抵抗があるみたいな。なるほど、これやりたくないなっていうのが出てくる。なるほどね。どうですか、リリカちゃん。もうちょっと上の方かなって思ったんで、ちょっと悲しいですけど、現実を見てください。下から5番目です。いやいや、改めて言わなくていいですから。2018年の、いや、でもこれはね、今の、の中でのランキングですから、どんどんね、運勢変わっていきますから、頑張っていってということでございます。はい、頑張ります。5位と16位発表でございました。あんちゃん、リリカちゃん、おめでとうございます。いや、これドキドキしますね、本当に。いや、これドキドキします。まだね、選ばれてるメンバーたくさんいると思うんですけども。はい、さあ、続いては上から4番目と下から4番目。4位と17位に選ばれたのはこのお二人。赤坂瀬奈ちゃん、山本奈良穂ちゃんでーす。おお、前の方にどうぞ。瀬奈ちゃんは今日お休みでございますので、奈良穂ちゃんどうぞ前へ。なんか、絶対私悪いもん。いやいやいや、ちょっとなんて怒り気味なのか分かんないけど。まだ分かりません。どっちが4位なのか、どっちが17位なのか発表しましょう。4位に選ばれたのは、もちろん、赤坂瀬奈。そうですよね。もう、そうですよね、じゃないですよ。分かるの？どんだけネガティブなんですか、はい、まずじゃあ、すいません、赤坂さんからゲッターさん。赤坂さん、目的意識が非常にあって、心まっすぐなんですが、うん、2018年、それが願い叶うとか、おいい流れに。いい流れですね。さあ、もうなんでね、ネガティブなこの奈々穂ちゃんですが、はい、山本さんはいかがですか、ゲッターズさん。山本さん、非常に愛嬌ある星を持ってるんで、はい、普段ニコニコしたりとかできるタイプなんですが、はい、もうこの子、すべてが演技です。この子、すごいですよ、もうなんかドラマのタイトルみたいですね。この子すべてが演技です。心でなかなか笑うタイプじゃないので。え、本当そうなの？そうかな。そうね、その言い方が演技っぽいよ。でも結構冷静です、私。なるほど、冷静なんだ、はい、判断できてるのね、はい、まあでもここからね、今ネガティブに言ってますが、はい、ポジティブに変わるっていう可能性もあるってことですよね、ゲッターさん。ポジティブな言葉使おうと運は味方につけるので。え、プラスの言葉をずっと言っておいてもいいです。じゃあ私、毎日プラスの言葉を書きます。そうですよ、もう今日からどうせ私とかダメですよ。はい、はい、ありがとう、いきます。オッケー、いきましょう。奈々穂ちゃん、17位からどんどん躍進してください。ありがとうございます。ドキドキですね、クロちゃんね、これ。いや、これほんとそうですね。いよいよ3位の発表でございますからね。誰誰？さあ、上から3位と下から3位を発表しましょう。このお二人です。たやだなこ、入江ひらた、前へどうぞ。まだわかりませんよ。まだわかりませんよ。どうぞ前の方へどうぞ。ちょっとエース対決みたいになりましたね。さあ、エース対決で上から3番目と下から3番目になりました。発表します。はい。幸運ランキング。運勢が良かった第3位は入江ひらた。おー、
おめでとうございます。18位はタヤナラコ。まずは入江さん、ゲッターズさんどうでしょう。入江さんとにかく頭の回転が非常に早いのと、はい、合理主義、とにかく無駄が嫌いというので、はい、芸術系感性も非常に豊かなタイプなので2018年大きなチャンスが来る可能性があります。おどうですか日向ちゃん。去年私1位だったんですけど、うん、なるほど、うん、いいことがなかったんですよ私。おう、いや、この人のせいみたいに叩くなあげたんすよ。おかしいでしょ、そんな感じ。そうそう、単純に努力が足りてないのと、はい、トラブルの原因、人の話ほぼ聞かないのと、あってますね。お腹すくと切れる癖と口が悪いんで。なんでなんでそうして、そこ直さないと変わらないです、ね、いや、いいです。そして18位がタヤちゃんでございましたが、はい、タヤちゃんどうですか、ゲッターさん。タヤさん、根が非常に真面目なのと、この子すごい地味なんですね。地方地味なので、コツコツすることが非常に大事なんですが、今その状況がちょっと今飽きてきてるみたいな。なるほど。変えたいっていう、新たな自分を作りたいっていう意味で、一旦壊して、まだ組み立てるって時になる。なるほど。奈良子ちゃんどうですか。はい。去年最下位なんですよ。あ、上がってると思ったの。そうですね。でも18位ですよ。いや、そうです。いや、けど、ちょっとずつね、地味だって言ったから。ゲッターズさん調べで、この二人なんか違うランキングに入ってるということで、僕の、聞いたところですね、はい、このお二人は、スケベランキングにランキングしてまして、スケベランキング、はい、入江さんが1位、田谷さんが3位、2位が中野あいみという。そのパーティーズのスケベ3が完成しておりますが、これはゲッターさんどうなんですか。なんかいや、もう根っからこの2人スケベですから。いや、待って待って、いや、イメージがねありますけども、いや、おかしいでしょ、ふわふわ3はあるけどスケベ3ないですから。ないですからね。いや、でもまあこの後ね、3位と10位同じチームですから、切磋琢磨して努力が全て運勢をね持ってくるということで、はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます。入江さんが3位、タヤちゃん18位でございました。さあ、いよいよ2位と19位、上から2番目、下から2番目の発表です。このお二人、吉沢瑠璃花、山本七瀬、どうぞ前の方へ。さあ、七瀬ちゃんが救援でございますので、瑠璃ちゃま、まだ分かりません何位なのか。発表します。第2位は山本七瀬。吉沢瑠璃花19位、下から2番目と出ました。ゲッタンさん、まずはじゃあ吉沢さんお願いします。吉沢さんですか、はい、先に、はい、吉沢さん、この子品格と、礼儀正しい教えを持ってるんですが、うん、根っから変わり者なのと自由人なのと不思議な人なので、多分ね、一般の常識は全く通用しない人ですよ。一般の常識がですか、どうですか瑠璃ちゃんも言われて。全然わかんないあ、一番わかってる人に聞きましょうか。クロちゃんどうですか。いや、確かにちょっとね、変わったところあるけど、可愛いから全部許せちゃうもう一押ししまくりですね。ありがとうございます。で、これ山本さんはどうでしょうか。山本さん2位になりました。超絶好調なんですよ。2018年、だから今まで考えてなかった仕事が突然来るとか、うんうん、流れが変わってくると思うので。いや、すごい。でもこれね、まあ下から2位ではありましたが、吉田さんも、うん、もう頑張りしたい、努力しないで運勢はね、うん、もちろん2018変わるということですもんね。そうです。あ、でもそうですね。そうですね。ちょっといいこと、いいこと一つお願いします。一個だけいいことお願いします。自分をちゃんとアドバイスしてくれる人の言うこと聞かないと、基本自分が尊敬しないと話をほぼ無視するので、そこちゃんと受け入れる。どうですか、尊敬してる人の意見以外はあんまり聞き流すタイプ。どうですか。多分そうかもしれない。そうかも。当たってるんですね。いや、ありがとうございます。頑張ってください。吉沢瑠璃花ちゃん19位、そして山本奈良穂ちゃんがこちら2位でございました。ありがとうございました。さあ、いよいよ1位と最下位のみの発表となりました。残ってるのは春ちゃんとひなちゃんでございますね。前へお越しください、どうぞ。さあ、この2人が1位か最下位ということでございます。どうですか、お二人、心の準備はいいですか。もう聞きたくないです。もう良くてもいいです。良くても聞きたくない。あ、そうですね、はるちゃんのマイクですね。いや、うん、でもひなちゃんいいです。どうですか、もうドキドキしてるねえ。はるちゃんは、はる、さっきまで足が震えてって出て、はい、なるほど。さあ、1位か最下位になります。どうなりますか。ちょっと待った。あれ、ちょっと待った。どうしました、このちゃん。ちょっと一言いいですか。はい、その前にね、僕も一つゲッターズさんに聞きたいことがあるんですよ。はいはい、何すか。パーティーズのメンバーの中で一番僕、うん、クロちゃんと相性がいいメンバー誰か聞きたいんですよ。なんでそれって春たちの緊張さ、後回しにしてんの。いや、だって生放送だから言ったもん勝ちでしょ。超クレームですよ。クロちゃんは後からでも聞けそうだよ。いや、
ちょっとお願いです、お願いお願い。俺のこの流れを切ってまで聞きたいと思うんですね。いや、だって絶対聞きたいのは、じゃあ推しメンのりのふわふわのね、のりちゃまとか、はい、つかももとかどっちかはね、めちゃくちゃ相性がいいと思うので、それ確認したいの。クロちゃんの中では、吉沢さんかつかももが、うん、私と一番相性がいいと。いや、絶対そうだと思うから。すいません、じゃあもうちょっとあの1位と最下位の発表エンディングにしますんで、ここあえてですよ、もうクロちゃんのお願いですから。すいませんが、ゲッターさん、これ出てますか、クロちゃんと相性のいい人。はい、今吉沢さんと見ましたけど、はい、微妙です。微妙、いいですよ。なんでなんでなの。さあ、それではクロちゃんと一番相性がいいのゲッターさん、誰ですか、お願いします。磯部さん。磯部さん、ちょっと待って、おめで前の方へ。嘘でしょ、嘘でしょ。ちなみにもうあんちゃん、もう一人言うとしたら誰ですかね、2位とかいます、伊藤さん。伊藤さん、伊藤キリちゃん。キリちゃん、キリちゃん前の方へどうぞ。エース、リアクションがいいですね。いや、ちょっと待って待って待って、とても嬉しそうですね。ありがとうございます。この二人本当にクロちゃんの運命的な相手の可能性があります。本当に、はい、めちゃくちゃ相性、結婚する相性で見ました。ちょっと思ったのと全然違う。あんちゃんどうですか。こんな、こんな未来は違いますえ、最下位より嫌かもしれない。さあ、それでは3人でもう共同作業でございますんで、はい、続いてのね、CM の振りの方、3人並んで、じゃあお願いします、ね。はい、並ばせてもらいます。これ運命的な3人でございます。それではお願いします。どうぞ。はい、ということで、はい、CM の後は、いはい、どうぞ。いきますよ、せーの。CM の後は、ニードル登場です。お楽しみに。あー、これ結婚する、これ結婚するな、これ。